ど、いいよ俺は、どんな感じか、おもちゃで食べたい、え、酔っちゃう、ゆっくりダメ出しされちゃった、はい、ちょっと離れてるんですけど、全員までという、3つの、屋形船で、出発していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。この後ですね、はい、もうちょっと時間ありますので、船内もご案内させていただきますが、はい、私が立っている方が船の正面となります。後方がですね、向こう側に、となりますので、登っていきまして、東京スカイツリーのあたりまで行きます。東京スカイツリー着きますと、そちらで停泊いたします。停泊している間にですね、おそらく、外も暗くなりまして、夜景が綺麗です。その間、展望デッキ上がれるようになりますのでね、ぜひこの間ですね、東京スカイツリーの部屋にお付き合いをいただければなと思います。海上は隅田川を登って下っていきまして、こちらに戻っていく、2時間45分の周遊コースとなります。はい、残り、ちょっと残っているのが船内のご案内ですが、船内本日、乗り合い船ということで、禁煙とさせていただいております。おタバコ吸われる方、多分いらっしゃると思います。おタバコ吸われる方はですね、こちらに、前に、スリッパをご用意しています。スリッパを履いていただいて、右手側に灰皿をご用意しています。そちらでおタバコ、はい、なお外で待ってます。でこちらにですね、スリッパご用意しております。スリッパ履いていただいて、左手側上がっていただきたい、展望デッキご用意させていただいております。はい、ここで、パルト、結構ズームが効くでしょ。カモメカモメでいいね。すごいな、この志田川もまあ高層ビルが立ち並んじゃって。あれだ、あれだ、あのビルだ。あれ三角の、あれに住んでたの。今もう川も行っちゃったの。火事がついてる。それで。ほら。どういうこと？飛行機のジェット機と同じジェット機。
面についてないんで乗ってても揺れない。そうなんだ。乗り心地はバスの。どこにいる？ああ、スカイツリー見えた。どこ？あ、本当だ。で、あの後ろがこの後ろが選手村なので、あの爆発の話です。あ、はい、こちらは、もう去年で終わります。オリンピックが終わるまでは一応開催されないんですけど、今日のスポーツアドスターは、やらないかもしれません。浦桟橋です。あ、大丈夫。